え？私が、ダニエルの握手会に？いい案かもしれないわね。私たちアイドルの活動を知る機会にもなるし。バーチャルシンガーやから、勝手が違うかもやけど、経験積めばその分、表現の幅もきっと広がるやろうし。私、ホログラムだけど、出てもいいの？準備も必要だし。ホログラムの準備はさほど手間ではないよ。それに、マジカル未来の宣伝もできるしな。助けられてばかりじゃ落ち着かないの。イベントの宣伝ぐらいは手伝わせて。みんな、わかった。ありがとう。それじゃあぜひ、参加させてもらうね。決まりだね。気持ちよくイベントを迎えられるよう、作詞も頑張ろう。ええ。元の人に会えると元気出るよ。今日も来てくれてありがとう。君いつも最前席のチケット取れてほんま強運やな。前にファンレターで新作グミを教えてくれた人、あの時はありがとう。ずっとお礼を伝えたかったの。これが握手会か。本当にひどみひどみ声をかけて握手してるんだね。アイドルはファンの応援なくして成り立たないからね。だからこそ彼女たちも精一杯のお返しをする。その手段は歌やパフォーマンスに限らない。直接会って言葉で感謝を伝えることも大事なんだよ。直接会って言葉で感謝をか。アイドルってやっぱり素敵な存在だね。あの、初音ミクさんとも話して大丈夫なんですか？うん。今日、私はイベントのゲストだから、来てくれてありがとう。お礼を言いたいのはこっちです。私、いつもミクさんの曲に励まされてて、これからも応援してます。握手！わ、できませんよね。頑張ってください。ありがとう。頑張るね。イベント大盛況だったね。やっぱり握手会って楽しいな。そうね。ミクはどうだった？参加してみて。うん、楽しかったよ。誘ってくれてありがとう。あんな風にファンと触れ合える様子って見ていてすごく新鮮だったよ。ミクちゃんもファンのみんなと会ってお話しする機会ってあるの？こうやって直接お話しすることはないかな。でも私はファンのみんなの思いを受け止めて、それを歌という形で届ける、今の私だからできる表現で、私は世界中のみんなとつながっているって思うから。バーチャルシンガーだからこそ形も時間も距離も関係ないか。自由自在なミクが少し羨ましく感じるわね。ふふ、ありがとう。でも今日握手会を見てこうも思ったの。もしかしたら今の私でももっともっとファンに寄り添う表現ができるんじゃないかって。ミクちゃん、その方法が見つかれば今以上にファンのみんなへ感謝を伝えられるでしょ。もし今すぐは見つからなかったとしても、見つかる瞬間を心待ちにしていようって思うの。せやな。このホログラムもすごい技術やけど、もっともっと技術が発展したら、あるいは。いえ、私は技術や時間なんて関係ないと思う。え？今よりもっとファンに寄り添う表現がしたいなら、その絶好の機会が目前に迫ってるじゃない。それってマジカル未来のこと？そう。そこでミクの思いは叶えられるはずよ。私たちが協力し合えば。どういうこと？ミク、私たちと曲を作りましょう。